皆さん、毎度いかりんです。今日はおやつパーティーです。おやつパーティーです。これです。ミルク&ストロベリープチガトー。ちなみにカロリーは見えるかな。1個、65カロリーです。で、これが。こっちからやった方がいいな。コアラのマーチです。ちなみに味は、蜂蜜レモン味です。でカロリーが一箱あたりね、よかったかな、257カロリーですね。でこれがチョコパイじゃなくて、エンゼルパイです。エンゼルパイ。味はね、黒ごま団子です。黒ごま団子。でね、カロリーが、1個あたり38カロリーです。で、最後にこれです。リンゴ飴。以前咀嚼音の動画でね、撮影したんですけど、それよりも、だいぶちっちゃいやつ。姫リンゴの、リンゴ飴です。コンペイトついてます、ここ。だいぶ溶けてきたな、これ。早く食べないやばいね。それでは早速、いただきます。まずはこれ。エンゼルパイの黒ごま団子。ちゃんとね、黒ごまの味がする。というかね、思ってた以上にうまいというか、黒ごまとエンゼルパイ、合う。合う。ほんまに。なんやろな。エンゼルパイはちなみに中、マシュマロが入ってます。割れるかな？感じです。なんかここが黒ごまです。でこの白いのがマシュマロです。うまっ。普通のねエンゼルパイよりも黒ごま団子のエンゼルパイの方がうまい。うまっ。次はこれを食べます。うん、中にねストロベリージャムが入ってます。うまい。割れるかな、これ。こんな感じです。ここはストロベリージャムです。
うまい。幸せやな、うまいもの食べれて。次はコアラのマーチ。うん、あ、ほんまに蜂蜜レモンの味やな。あのそのままですけど、うん、うまい。さっきラーメン食べようかな。よし、これ外せそう。歯にしつく飴が、めちゃめちゃ歯にひっつきます。これすごいな、これ。あれ、ひっつく。ちょっと、あ、取れたわ。
このエンゼルパイね、あのマジでうまいです。黒ごま団子これはね、あのほんまおすすめです。かなりうまいですね。最後の1個です。いただきます。うまっ。これね、あのほんまにうまいです。おすすめです。味がね、マジでうまいですね、これは。わかった、最高です、最高です。ごちそうさまでした。バイバーイ。